昔のああねあのー、今の渋谷のイメージとはねだいぶ違うんですよねまだ一部残ってる建物がありますがね私のその頃の楽しみというとね、あのー、渋谷の東急東横店昔は東横東横って言ってましたよね、えー、どっからでも見えるんですよだってあの辺りで一番高い建物が東横のあの百貨店でしたよねで一番最初にあの取り壊された部分 あれが本当の本来の東横の部分だったんですがね、階段駆け上がっていくんですよ。小学校のそうですね、2、3年生ぐらいの時にはもうすでに、私、恵比寿、隣の駅の恵比寿に住んでたわけなんですが、ところがあの渋谷ぐらいまで山手線で一駅ですからね、しょっちゅう遊びに行くんですよね。娯楽の殿堂ですよ、まさに。そりゃ当時の百貨店っていうのはね、スポーツでしょ、それから車関係でしょ、それからあの音楽関係、なんでもあるんですよ。 ですごく嬉しいのがね鉄砲売ってた鉄砲本物ですよ。で毎回行ってみるとねもう散弾銃から空気銃でその空気銃の中でも一番安いのが当時ね6,500円でしたよ。あのー、4 5ミリのね鉛玉打てるやつで,でもちろん子供ですから免許はないんでそれ手には入らないんですがねよーし大きくなったらお金貯めてこの6,500円の空気銃買ってやろうと思っちゃうね 売れないんですよしょっちゅう置いたまんまになってますからそれでもそれ指示を見に行ったりねある時ねあのこうショーケースありますよねそこに見本としてね全然関係ないですよ全然関係ない場所に「非売品」って書いて何かの見本と一緒にコルト45口径それがね置いたんですよ本物ブルースチールって言ってねあの油で青く磨いたんですよかっこいいんだ本物ですから別にほらアメリカ映画で西部劇見てそれしか知らないですからね うわーこれすごいなその要するに飾りで置いてあるその本物のその拳銃を見たくて毎日のように行ってましたね。で行ってましたらねあのたまになんですがね面白いコーナーがあって要するに当時のですね、あのー、アメリカ先住民の言葉がこの書いてあってそれを、ね、練習できるんですよ。白河王族っていうのがあってねやりましたね確かねこう馬がこうなんですよ馬。 歩歩くくんんでですすよよねね馬ががこれが、ね、あのアンデルからあの先住民地の人男性はだからこうやるんですよねだからこうやってこうやるんですよ馬乗るっていう意味をこうやってだから地平線がこうなんですね地平線に太陽がこう沈むわけですよ馬に乗った男が行くわけですよねそういうのを覚えるんですよデパート行って誰も教えてくれないんだけど勉強はしなかったただ嬉しかったのはねその東洋百貨店行くと屋上にね動物がいるんですよ 猿だとかねこれ売ってるんですよイノシシもいたけどこれは売ってなかったなそれで売ってるペットって言うとねワニ2800円でしたようわー欲しいなーワニと思ってねでも空気中がね、あのー、6500円ですからそうやって考えると安くはないですよねで当時の,その屋上行くとねあの辺ありが全部見えるんですよ目黒方面からね恵比寿方面原宿方面が全部見えた夕日の頃綺麗でしたよ でその屋上からねなんとロープウェイがあって宮益坂にね今もビルありますがそこへこう行けるんですよね。で私おばあちゃんと一緒にその宮益坂のそのビルの歯医者さんへ行ってたんですがねのいちいち屋上まで上がってってそこからそのロープウェイなんですよね黄色いねあのロープウェイで建物でね厚りのもんでねゴンドラが。で丸畑なんですよね。 でそれであのビルへ行って短い距離ですよスーッと行って降りてでタン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 と言ってハイチさんそれ私が話したらみんなから言ったんですそれ違うよ稲川間違いだよって言うんですよ同じ方向に地下鉄線が走ってるわけですよ銀座線があれ黄色いですからねそれ間違えたんだよじゃ違うそれ本当に乗ったんだって嘘だよそれ違う違うほらあれ高いとこ走ってるじゃない地下鉄だから間違えたそうじゃなかったちゃんと渋谷の開放に乗ってましたよ、えー、そのロープウェイがねゴンドラが丸々でしたよ あ子供の時の記憶ってのはちゃんとあるもんだなと思ってねその頃の私ってのはねいつもねあの切り抜けて履いてましたよ当時ね子供っていうのはね小学校行くでしょ行き場運動靴帰りももちろんそうなんだけど家帰るともったいないから履かないのみんな大体いいうちの近所の人はみんなねあのゴム沿いで万年沿いで吸ってましたねこれがね紺色だったりねエンジだったりねそれからあの灰色だったりするんですよただうちおばあちゃん見えっぱりだったから あの霧の下駄履いてましたね弟も私も霧の下駄で鼻緒が黒いんですけどね銀の刺繍が入ってんのだからあの見かけるおばさんたちはねあらあの霧の下駄の坊やっつってましたよね家の前で遊んでるとねあのよく通るおばちゃんがいて明るくて楽しいおばちゃんでねで私ねあのうちのおばあちゃんにしてられたんですよ挨拶だけはちゃんとしてきなさいよと。 挨拶だけはでななで、きるないったん私も弟もね「こんにちは」とかね「行ってきます」とかね「おはようございます」って挨拶したんでよく褒められたんですよそれ嬉しくて。でそのよく見るおばさんが「ニコニコクルマンだからこんにちは」と向こうも「こんにちは」って言って「えらいね僕たちはちゃんと挨拶ができてほんと偉らいね」って褒めてくれるんですよね。でそのうち例えばあのラジオでもってお相撲やってると「今日はね何々が勝ったよ」なんて教えてくれるんですよね。うんそんな時代でしたね。 だってまだ柏戸が富していった時代でしたからね今日富しが勝ったよーなんて言ってくれるんですよねいいおばちゃんでねうちの前に取ってずーっと行くんですよどこのおばさんかなと思ったけどなんとあの四十五郎になって私が40歳になった頃かなに知ったんですよね自分の番組のコーナーでなんとその方ねドリフターズの仲本工事さんのお母さんでしたよ相変わらず明るくて楽しいお母さんでねまあ渋谷の思い出ありますよ 小学校3年生の時の私の担任おばあちゃんでね本来ならもうあの学校に勤めるようなお年じゃないんですが当時あの先生の方少なかったんですよねおまけにね教室っていうのは広くなかった大体まあ40人検討が入るようなその教室に60人ですからね入ってるのがきついったってな何だってすごいんですよねで体育の時間っていうとこれもうほらおばあちゃんの先生だからあの何もやんないの。 それでね、男女でもってね、砂場行ってね相撲を取らせられるんだよね。であとね更新ばっかりしたのね。で学校その日終わるでしょそうするとね先生がさあのクラスで優秀な女の子の何人かと私残されるんですよ。私ランドセル取られちゃうんですよ。うちすぐそこなのに返してくんないんですよ。何かというと自分がねパン食べたいんですよ。給食食べてるのによ。で、そのパパンン屋さんっっててマルチューパンって言って うち結構親しかったのそのパン屋さんと大体いいうちの母親がね非常に人の付き合いが広くてね、まあ、知らないうちないんだ私もでその人あーっといつも買いに行くからそれ先生知ってたんですよで私にパンを買いに行かせられるわけチョコレートパンとかいろんなのうちそこなのに帰れないんですよでパン買って帰ると先生がランドセル返してくれるのねそのおばあちゃんの先生がいつも自慢したのが私が八チに焼き鳥を食べさせたんだって自慢してましたねね学校が終わってね 私の学校小学校は渋谷区立なんですが先生が今いた学校はそのもっと渋谷駅に近いところの学校だったらしいんですよその以前は。でその時にいつも先生方同士でもって屋台に寄ったんだそうですよ焼き鳥の屋台。そうすると毎回毎回八チが来るんだってかわいそうだから八チにねあの焼き鳥あげてたらば渋谷にはあのハチをね焼き鳥食べたくて来るようになったって言ってましたねでもね。うん、それであの亡くなっっったら分かったんんだだけけどど後分か ハチ公が死んだ原因は焼き鳥だったんですよねあれねうん先生自慢してたけど私がハチに焼き鳥を食べさせたってよく言ってましたよね、えー、後にあの私があのタレントになってでこれ大阪の番組でねであの人が山城慎吾さんが司会なんですがあの方ね「中堅ハチの映画でもってその焼き鳥屋の親父やってるんですよ。ねそれでさあ次の質問ですが「中堅ハチは」っつったんで私ほらこういう人間だな山城さん そてますあのね中堅八甲ねあの八甲に焼き鳥を食わしたのは、ね、私のね小学校3年の時のね担任のねあのおばあちゃんの先生なんだけど自慢してましたけどでもあれね焼き鳥食って死んじゃったんだよって言ったんですよそしたら矢部さんが「この問題やめちゃおうかなこの問題やめちゃおうかな」っつうんです「ためにやったほうがいい」だってもう答えわかっちゃったからやめちゃおうかな」やったほうがいい」って「じゃあやろうか」「はい」「中堅八甲の映画で私は焼き鳥の親父をやりましたが」 ところで中堅8個は一体何でなくなったんでしょう?」ったら「みんな焼き鳥」って書いたら全部正解でしたからねやっぱりそうだったんでしょうねそんな時代あの物はないんですがね本当に楽しい時代ではありましたね夢があったんですよで我々が目にするとねあのアメリカの車が走ってるんですよ日本人乗ってませんみんな向こうの車乗ってるんだけど日本のダッドさんがさこんなすったスーパーカブみたいなさ大変で持ってカンタ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 してて坂道ねバックで上がらないと上がらないんですよギアの関係で。 ところが向こうの車ペタンコで大きくてさ「朝顔ハンドル」って分かりますこういう要するにこう V の字みたいになったんですよ。す片手でフューッて上がれたんですよね。あの時「あ日本はこんな国と戦争したんだな」子供ながらに思いましたよね。ええー、渋谷界隈ってそんな時代でしたよ。だってうちのすぐ近くにね森田工業っていうのがあったんですよ。木造2階建て深い緑色のペンキを塗った建物でね外階段で通るの。1階が工場で上が事務所。 それが当時のソニーですからね。えー、あんな大きい天下のソニーになっちゃった高々の間にあんな大きな会社になったんですよね私がまだ子供でちっちゃい時に「あー森田工業だ」って言ったけどもう私が小学校を卒業する頃にはソニーですよねすごいでしたねえー、楽しかったですよいろいろとねそれじゃあまたいつかこの場所で 赤いはんて気にせましょうか <laughs> これだこれだこれだ <laughs> 変だな変だな変だな <laughs> いるんだろおい <laughs>